その判断は砂丘に送っちゃならんと私は思ってます。私はまあ図書館のことですから必要性があるから最初から補正を組まれたんではないかと思っております。補正の内容でございますが、当初9月の予算では125万2000円の予算が組まれておりました。この3月の補正では125万2000円が全額カットとなっております。費用科目が違っておりますけども、全額カットして修繕費として45万でしたかね、計上されておりますが、その全額カットの内容について説明を求めたいと思います。基本的な考え方としましては、一旦必要なところまではこの回収ですね、これを終わらせた、それが45万円ですね、この部分的なところで終わらせています。でそこまでで、ね、一旦これは目処をつけています。で先ほど申し上げた必要性というのは、この図書館をこの先どうやって運用していくかという本質的な話です。でこれはこの後のおそらく質問で出てくるんだと思うんですが、そうした協議を踏まえてまた考えていく、で当然必要であれば予算措置を講じるものだと認識しています。この改修工事は他の図書館同様、施設の充実、使用者の利便性を充実するためのものであります。秋高田市では市民が心豊かに生活するために社会教育の充実を進められてきたところであります。図書館はその役割を担っており、図書館の充実を図られておりました。市長は図書館の充実、利便性の向上を今後どのように図ろうとされるか見解を伺いたいと思います。大きな方向性としては図書館の適正化を考えています。この適正化という言葉が出てくると、パッと思いつかれるのは統廃合というイメージかと思います。実際学校がそのように対応されていることが、対応がしてあることが多いので、そのイメージをお持ちになるかと思います。ただそれは今回このケースでいうとそれに限りません。本当に適正化ですね、秋高田市、今の町、そしてこれからの町にとってふさわしい図書館機能というものを考えていこうと思っています。でなぜそういうかなんですが、山本議員は市民がとおっしゃったんですが、実際どうなっているかです。中央図書館は割合人が集まるんですけど、他のところですね、9町それぞれあるんですが、1日あたりの利用者10人から20人です。延べですのでかなり常連さんいらっしゃると思います。そうすると極めて特定少数の市民が使ってらっしゃるという方が正確になってます。ただそうは言っても図書館機能というものは重要だと、ゆえに必要だ、これはもちろんそうなんですね。ただ今のこうした利用状況ですとこの先持続不可能です。数十人延べですので実質の人数はもっと少ないかと思います。のためにあんな大きな箱物をですね9兆それぞれに置いて運用するというのは、もうそれだけでこの町の財政苦しくなっていきます。ですのでもうこれ以上先送りできない、ゆえに図書館の適正化、これに着手したところです。で少し視点が変わるんですが、図書館機能とお話ししました。これなんでかというと、図書館というものの機能、昔求められてたものが今必要なくなってます。例えばなんですが、本屋さん、本が売れなくなってます。もう象徴的ですよね。今の時代、本じゃなくてもいいんです。本は媒体、手段、目的は何か、情報を得ることだったんです。で情報を得るためにはご承知の通り、もうインターネット、これが抜群です。何でも簡単に手軽にすぐ分かってしまう。なのでインターネットの到来、この台頭によって本、図書ですね、この役割は随分低く小さくなってしまいました。となると余計にです、図書館という箱の存在意義が問われてきています。その意味では適正化とお話ししたんですが、これは単に数を云々という、そういう端末というとあれですね、
表面的な話ではなく、本質的に市民が、住民がそこで情報を得る、まあ、学んだり憩いの場であったりするんですが、そのためにどういう場所がいいんですかというのを問うていきたいと思っています。これが 適正化の真意ですね。ですので単に本が置いてある場所ではなく、市民が求める機能が詰まっている場所、例えばですが、いろんな種類の本が置いてある必要はなくて、何でしょう、例えば絵本がいろいろ種類があって、横にボールプールがありますと、ちっちゃい子が遊ぶやつですね。その方がよっぽどいい施設かもしれないですよね。そういう組み合わせいろいろあると思います。それこそ町の方だと、あの企業が入ってカフェを併設した図書館なんて運営されてたりしますが、もうネット環境もバッチリ揃ってて、もう行くと憩いの場、安らぎの場になってるんですね。そういう意味で本当に付加価値のある場所、まあ、図書館といいますか、その空間ですね、これをこれから探していきたいと思っています。図書館の将来像について、市長が今説明されました。私がそのことについてこれからどうするのかと聞こうと思ったところなんですが、全部先に言われてしまったんですが、まあ先日の総務文教常任委員会ホームページで、市の候補のホームページで発表されました図書館の内容について、現状について、教育委員会から説明を受けました。まあ、それを見るとやっぱり利用状況というのも一目瞭然でございましたけれども、市長が言われるようにまだその図書館を必要とされとる人たちも相当おられるわけですよと思うんですよ。まあ今の各6兆円で6か所あるのがいいのかどうか、私も将来的には考えなきゃいけないと思いますけども、図書館の運営方法、今も市長が説明されましたけども、ネットだけではなくて運営方法、どういう運営方法をしたら皆さんに利用してもらえるか、もっと利用価値があって生徒たちも利用できるのかいう方法を前向きに考えてもらいたいと思うんですよ。これはだから発表から見ると、利用価値の低いところは廃止にした方がいいようなニュアンスで取れるわけです。まあその取る方の勝手じゃといえばそれまでですけども、そういうふうに取れますと市民のそのそこに住んでる人たち、利用してる人たちにとっては大変残念なことだろうと思うんですよ。ですから図書館の運営方法についてもっともっとアイデアを出して、市民のためにどういうものがいいかっていう、カットするのは見やすいことだと思うんですよ。やめることとカットすることは簡単です。だけど前向きに捉えて前向きに努力することというのは大変難しいことなんで、その辺をしっかりと検討してもらいたいと思うんですが、その辺については市長、今山本議員がカットすることは容易だとおっしゃったんですが、これは正確ではないと思います。政治的には一番難しいですよ。ですので今議員が、今は違うけど先々で、減らすことも必要だとおっしゃったわけじゃないですか。でもその判断は先に送っちゃならんと私は思ってます。その難しい、今ですら難しい決断を先の人たちにやらせるっていうのはなかなか酷なんじゃないかなと。その意味ではもう今です、この時から着手したらいいんじゃないかなというのが私の思いです。で、そうした時にこのより議員が本席におっしゃったより大事なところ、どう付加価値を高めていくかなんですが、これこそまさに先ほどですね、眼光形態と申し上げました。眼が行く姿のように先頭を走るモデル事業、モデル地区というのをやってみたらいいんじゃないかなと思います。せーのでやるのはなかなか難しいので、それこそまず野鳥の図書館からして、スマート図書館みたいなですね、スマート農業先ほどありましたので、もう今の時代はもとより次世代の図書館の形
秋田方の八千代町から考えていって全く問題ないと思います。でそこで、あ、これええなというのが見つけられるはずなんですね。でその後に全町に展開していく、今ある昔ながらの図書館じゃなくて次世代のより、それこそ住民の方が10人ぐらいじゃなくて、もう各町で何千人かいらっしゃいますので、もう何百人かぐらいは、一回とりあえず立ち寄る、スーパーと病院と図書館ぐらいは立ち寄るぐらい盛り上がっていければ、すごくそこから未来が開けていくと思ってます。ですのでご指摘いただいた通り、辞めるのと同時にですね、この先どうやって生かしていくか、そちらについては今この時点から検討していきたいと考えています。誠実で真摯な答弁をしっかりといただきました。この図書館行政、生涯学習施設、いろいろ教育関係についてはありますけれども、社会や国の繁栄のためには教育が基本なんですよね。ですからそのためにもしっかりとした障害教育、小児教育、中学教育、全部教育全般にわたってしっかりと計画し対策を取っていただきたいと思います。そのことによって秋田方市も教育のレベルが上がり、社会に貢献できるような子どもたちがたくさん育ってくれれば、この町の発展もこれから期待できるんではないかと思います。そういう対応、それから物事を始める前のしっかりとした検証、計画、これをしっかりとっていただくことを強く望んでおきます。最後ですが、そのことについて市長の お気持ちがございましたら、答弁をよろしくお願いいたします。ではせっかく機会をいただきましたので、少し遡ってしまうんですが、先ほどの個性の扱いでですね、無駄になってしまったのではないかという評価を伺ったわけなんですが、私は必ずしもそうではないのかなと思ってます。もちろん先ほど今お話になった通り、その計画をして、できちんとやっていく、でそれをまた振り返る、これは大事なんですが、トライアル&エラーという試行錯誤ですね、このもの自体はどんなものであっても必ず生かせる、生きていくものだと捉えています。なぜそのように考えるかなんですが、そう考えないと発展しないんですね。トライアル、挑戦っていうのは成功するものばかりじゃありません。一定確率で失敗します、必ず出てきます。でもこれは必要経費なんですね。イノベーションという言葉があるんですが、これを有名な経営学者の方、ドラッカーという人は未知なるものへの跳躍だと表現しました。跳躍、ジャンプですね。よくわからないけど、えいっと踏み切らないといけない時がある。 100% はないんです。でもそこに、だからこそ大きな可能性があって、より良い未来がつながっていくんだろうと思っています。繰り返しになりますが、もちろん用意周到な計画で、そうなるようにベストは尽くすんですが、たとえ思った通りにならなかったとしても、それはそれで使い道があるというような挑戦だったんではないかなというふうに思っています。本件については、例えばここで言うと、一応考えてみて、ですね、しっかりと考えてみて、消防法がかかる、でその前後もいろいろと検討しました。他の方法がないかとか、ただ、地元の方の要望も確認した上で今回この形に収めたということで、私はその住民の方との意見交換も含めてしっかりとこの先に生かせるものだと捉えています。言われることはよくわかります。ですから最初私も言いましたように、トライすることは重要なんですよ。前に進むために、引くためのトライは私は好きではありませんけども、前に進むためのトライは一番大事なことですから、そのために市長もおっしゃったように、十分な調査と計画とを練ってから前に進めていただきたいということを要求して、私の一般質問を終わります。